はい。ヒルビール放送局、今日のアウトアップット、マコネーです。今日も最後まで私と一緒にダイエットの勉強を楽しんでいってください。このポッドキャストは、日本ダイエット健康協会公認ストラクターを目指している、えっと、マコネーが、えっと、今まで勉強してきた内容を皆さんにシェアしながら、さらにね、あの、私にとっても、皆さんにとっても、学びを深めていこうというものです。 で、えっ、ー、と、今日は第4章、えっと、体脂肪率の基礎知識、12問目をやってます。この内容は、あの、このポッドキャストはですね、えっと、各章に、それぞれいくつか問題があって、その問題を解きながら、その中身を確認していくというものです。早速、今日の問題はこちら。えっと、9、12。 脂肪細胞は一生のうち、胎児期、乳児期、思春期にのみ増加する。<laughs> まあね、脂肪細胞って言われてパッとあの、なんだかわかる人も少ない気もするんだけども、まあ、この質問を聞いて何って思う人が大変なんじゃないかな、なんて思ったのは私だけでしょうか。私は最初見たとき、え何これえそもそも脂肪細胞って何え え、そうなのそう、え、え,えみたいな、もう、はてなマークいっぱい出たのを覚えてます。では、早速、えっ、ー、と、今日の中身に行っていきたいと思います。まあ、そもそも脂肪細胞っていうのは何かっていうと、えっと、細胞室内に細胞的があるサボ細胞組織っていうことなんです。まあ、要するに、 あの、まあ、人間の体はみんな細胞一つ一つね。えっと、90兆個だっけ <laughs> ちょっと忘れちゃった。えっ、ー、と、忘れちゃった。まあ、いいや。えっと、まあ、あの人間の細胞の中に、一個の細胞の中には核っていうあ、核があって、その中に、えっと、細あの脂肪的っていう、まあ、要はあの、脂肪をためる袋ですっけ袋があるものが、うんと、細胞組織って言われてるもの。 なんです。はい。そしてですね。まあ、おおよそですよ。あの、全身に600億個、600億個あるらしいんですが、まあ、このね、細胞的の中に、あの、脂肪を満タンに入れると、大体、あの、細胞組織1個あたり1マイクログラム。 マイクログラムってやったら、あの、もうね、数字がいっぱいすきて何だかよくわかんないんですけども、まあ、もし全身のあの、600億個の、あの、細胞、脂肪細胞に、満タンに、えっと、脂肪が溜まったら、だいたい60キロになるんですって。そう。だから、まあまあまあ、うんと、誰でもね、まあ誰でもっていうかあの、まあ全身六百六600億個なので、 まあ誰でも、あの、太ろうと思えば、60キロまで、脂肪も入れて、体脂肪率じゃなくて、脂肪全部で60キロまで、太ることができる、っていうことになります。まあ、あの、うーんと、今日現在、私の、あの、えっと脂、脂肪を抜いた脂肪を抜いた、私の体脂肪を全部抜いた体重が、だいたい75キロぐらいなので、まあ、私はマックスで、 太ると思えば、えっと、135ぐらいまで太れるっていうことですね。<laughs> はい。でですね、えっ、ー、と、脂肪細胞。実は過去にはこういうふうに認識されてました。過去にはですね、脂肪細胞は、あの、胎児期、乳児期、思春期のみに増加する。 まあ要するに小さい頃、小さい頃だと、まあまあ思春期って小さくはないか。<laughs> そう。まあこういうふうに、あの若い頃にだけ増加するって思われたんですが、なんと新事実が見つかりました。なんとなんと脂肪細胞は成人期でも脂肪細胞分裂によって増える。 あららららららら。まあ、つまり、まあ関係ないってことですね。<laughs> そうそうそう。いつでも増えるっていうことが分かってしまいました。これは困った。まあでも、もう、でも、あの、それはそうですよね。だって、あの、あの、まあ、子供のうちしか増えなくて、しかも600億個、だいたい600億個っていうと、あの、そうなると、あの、 まりにね、あのテレビに出てくる超、超大きい人たち、あの体重が200キロとか300キロとかある人たちが存在し得ないわけですから。うん。だからまあ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 そうなんだろうな。まあ、死亡成人になっても脂肪細胞増えるんだろうなって、まあまあまあイメージはつきますよね。でもね、知りたくない真実があるんですよ。それがこちら。実は脂肪細胞は、増えた脂肪細胞はほとんど減少しない。うん まあ、そうなんだ。<laughs> じゃあ、どうすればいいのさっていうことになるんだけど、まあ、私たちができるってことっていうと、まあ、これしかないんですよね。まあ、増えてしまった脂肪細胞はもうね、あの、どこにあるかわかんないし、あの、私たち人間が脂肪細胞を、あの、あの、取ったり、 ねえ、あの、抜いたり、あの、薬で、あの、流したりとか、消したりすることができるわけじゃないので、えっとえ、ごめんなさい。もしかしてできるかもしれないけど、まあ、あの、薬を使うのは最終手段ですからね。そう、えっと、となると私たち人間ができることは、死、ま、亡、あ、ここにできた脂肪の中にね、脂肪細胞、脂肪貯蔵量を増やさらないっていうことですよ。 そう。要するに、あの、うんと、たくさんの脂肪を、脂肪細胞の脂肪的の中にあの収納させないってことですけまあ、つまり、まあ、これが、あの、体重を増やさないための重要な要素になります。はい。まあ、実は今日のテキストはここまでなんですけど、今日の問題を振り返ると、乳脂肪細胞は一生のうち乳児期、 胎児・治、乳児期、死神域にのみ増加する。まあ、これはバスですね。だって成人になっても細胞は増え続けるってバレちゃった。そう。まあ、なので、えっと、皆さんも、えっと、死亡ね、死亡、死亡を,を、細胞、死亡細胞に、あの、貯蔵されないように、えっと、食生活、普段の生活をしていかなきゃいけないということになります。 ま、なのでね、あの、これから先も、あの、どうしたらそういう生活ができるかについて一緒に学んでいきましょう。そんなわけでですね、今日の学びはここまでとなります。では、明日の問題はと言いますと、こちら。えっと、肥満の原因となる体脂肪は少なければ少ないほどいい。丸かバスか。うん。私がね、お仕事で行ってる、あのー、えっと、 スポーツジムのお姉さんで、まあそこのスポーツジムは、あの、プールもあるんですけど、まあね、あの、いつもね、朝、プールの、あの、プールのね、整備されてるって、あの、水着にね、あの、プールなんか入ってるっていうのをよく見かけるんですが、まあ彼女はね、女性なんですよ。女性なんですけど、体脂肪率10%未満らしく、あの、もうほんとね、 メリカに、うわ、痩せてる、ほっそみたいな感じなんですね。うん。まあ、あの、その彼女もしね、少なければ少ないほどいいっていうことは彼女がベストってことですね。<laughs> そう。まあ、そんなわけで、えっ、ー、と、今日も、えっ、ー、と、最後になりました。えっ、ー、と、このポッドキャストは毎日お昼の12時に配信しています。えっ、ー、と、今日も明日も明後日も。 大丈夫ですあと3日分ぐらいのストックはあります。<laughs> ぜひまた明日もお聞きください。まこねーでした。